日本の潜水艦は、通常動力型では、世界の軍隊と比較してもトップクラスである。そこに、カナダが目をつけ、最新鋭対迎型に注目が集まり、初の海外輸出開始かという情報をキャッチしました。今回は、このカナダへ初輸出達成できるか否かの裏側を詳しく見ていきましょう。日本は、過去オーストラリアに、竜型潜水艦を売り込みしていましたが、フランスに負けて、今では、フランスは、アメリカとイギリスに負けています。遅いからだよ。日本の海上自衛隊潜水艦隊は、横須賀に艦隊司令部を設置し、呉の第1潜水隊群と横須賀の第2潜水隊群に分かれ、合わせて通常動力型潜水艦22隻が所属している。その内訳は、親潮型潜水艦8隻と、双竜型潜水艦12隻、そこに、最新鋭の太平型潜水艦2隻が入った。太平型は、2023年12月時点で、3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中であるが、追加で2隻の建造が開始されている。海上自衛隊の潜水艦は、潜水艦の性能を示すのに最重要項目とされる静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも、世界トップクラスとの評価があるほか、双竜型の11番艦、東竜と12番艦、王竜には、潜水艦に最適で、コスパもいい高出力リチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めていた。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転3原則に基づいて、従来の運用が自衛隊だけに限定していた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、双竜型潜水艦の売り込んだこともある。それが一時は採用される可能性が高いとする情報があり、日本国産の潜水艦が初めて海外輸出されることに期待が膨らんだ。しかし、双竜型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣し、親中派のターブレ首相に代わって、オーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められた理由などから、最終的に2016年4月、フランスのシフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級を採用した。ただし、その後、このアタックの建造を担当するフランスのナバルグループの対応が遅いことなどによって、契約が白紙となり、オーストラリア政府は、アメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力、オーカスの創設に合わせて、米英が協力して、オーストラリアに、原子力潜水艦の技術を供与する取り決めを交わした。このように、防衛装備移転3原則に基づいて、日本の防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようと努力した防衛省だったが、ここまで、フィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は一向に進んでいなかった。このような状況下で、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したことから、後継艦種の候補選びに入り、海上自衛隊最新鋭の太平型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたのだ。カナダ海軍では、2024年1月時点において、ビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しており、この潜水艦は、もともと、イギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦であり、2000年にカナダ海軍へ売却し、ビクトリア級として再就役させたものである。ビクトリア級が持つ機能的には、大きな問題はなさそうだが、4隻ともそれぞれ艦弱いが40年近くに達しているため、様々な不具合や事故を起こしているくらいだ。その中でも、シクーティミは、2004年10月5日に、アイルランド沖で、乗員1名が死亡する火災事故を起こして、航行不能となり、長期の修理が必要となったほか、同じく、ウィンザーも、2005年10月30日に、潜航中に火災を起こしており、その運用に、カナダ海軍が苦労していることが伝わっている。それらを理由に、
カナダ海軍では、後継潜水艦の導入計画を目的とするカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、艦種選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦の大芸型が候補の一つとして挙げられたのだ。カナダ海軍では、大西洋と太平洋に、それぞれ、潜水艦を2隻ずつ同時に稼働させて警備展開する必要があり、合わせて、艦隊の整備や、乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を、最低でも8隻が必要とされている。しかし、近年では、カナダ北部の北極海周辺において、ロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が盛んになっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であればプラス4隻して合計12隻の導入を考えているらしい。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能諸元の1点目が、ディーゼルエンジンと発電機とバッテリーなどで構成された通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、2点目が優れた長距離航行性能を持つこと、3点目が北極海においても運用可能であること、そして最後にアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどだ。今の条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の大芸型潜水艦が有力であるとされ、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、大芸型潜水艦が挙げられた。海上自衛隊が導入している大芸型潜水艦は、カナダ海軍が求めるディーゼルエレクトリック方式であり、リチウムイオン蓄電池で長期航行性能も高い。しかも、このリチウムイオン蓄電池は、従来の鉛蓄電池と比較すると、潜水艦への搭載において、様々な利点がある。一つ目は、乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がないこと。二つ目は、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し満つる放電回数を持つこと。三つ目として、満充電になるまでの時間が比較的短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できることなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性を持っている。また、大芸型の外観上の特徴としては、双流型と同様の X 字型が採用されており、この X 字型舵は、潜水艦の舵として、多くのメリットがあると言われている。従来の潜水艦の舵は、艦体を回答させるための垂直舵と、水中で姿勢を制御するための水平舵が、2枚1組の十字型となっているのが一般的であった。この十字型舵では、上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では、4枚の舵が独立して動かせるようになり、それぞれで、回答と姿勢をコントロールすることができ、とても機動性に優れているという。さらに、十字型舵の垂直舵、または水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってしまうこともあるが、X 字型舵では、1枚が損傷しても、残りの3枚でカバーできることも大きなメリットである。また、潜水艦は、海底で止まって敵を待ち伏せることがあるが、その際に起底することで、下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に、左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配もなくなった。これほど、優秀な双流型の採用が見送られてきた理由は、やはり、凡人には4枚の舵を独立してコントロールすることが難しかったからであるが、近年の電子制御技術の発展によって、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となった。これで、海自の中でもゲームに慣れている若い世代の操縦も簡単になったということだ。